USJ。おはようございます。USJ です。新しい朝でーす。クリームチーズトースト食べまーす。今日はね、プレーンクリームチーズトーストです。美味しい、プレーンも美味しいです。お玉もいます。はい。いつも一緒です。早速食べます。いただきましゃ。うん。うん。うちの若い衆が最近バゲットを食べて大変気に入ったらしくて、動画にも上げてましたね。ハマってると言ってました。うん。バゲット美味しいですよ。美味しいっていうか、美味しいんだけど、クリームチーズと合うんだよね。バゲットのパンが。なぜか。僕、個人的には、トーストとかよりもバゲットの方が絶対合うと思う。普通のトーストって食パンとかね、あれよりも、フランスパン系のやつの方が僕は好きです。うん。そうだよね。どっちも、お互いを引き立てます。そういう関係っていいね、お互いにね。バゲットだとクリームチーズの美味しさをすごい引き立てるし、クリームチーズとバゲットを食べると、バゲットの美味しさがすごいよくわかります。なので相性がいいんだと思いますね。美味しい。うん。おはよう。はい、行こうか。はい、お座りして。バン。アイスコーヒー飲みます。僕ね、自分の癖ってよくわからないけど、動画編集してると、アイスコーヒー飲むとき、2回飲むね。こうやって最初、
ちょっと口を潤わしてコーヒーの味にしてからもう一回飲む。なんか癖みたいで全然知らなかったけど、動画編集したらいつもそんなことやってたので、新しい発見ですね。残り半分いきます。うん、パンうまい。ザクザク感がね、周りはサクサクしてるけどしっとりしてる部分もちゃんと内側に残ってます。パーフェクトだね。うまい。最後の一口になっちゃった。最後の最後の一口です。はい、うん、最後の最後の一口です。内野固まってます。早速変態いきます。変態。おはようございます。見えた見えた。皆さんおはようございます。お元気でしょうか。最近僕おたまちゃんばっかりやってましてね、コメントもおたまのことばっかり書かれてます。当たり前ですけどね、僕ねこうなる方なんです。のめり込む方。僕ねアスペルガ症候群だと思います。自分ではこう入っちゃうとそればっかりやっちゃうのね。まあ自分でそう思ってるだけで、医者から診断されておるわけでもないんだけど、多分そうだと思います。ただ病気じゃないからね、あれ。人の性格だと思いますので。でもアスペルガーの人はこういう行動を取りますとか言って、なんか項目があって、僕結構それ読むと全部当てはまります。うん。なので多分そうだと思います。でも何とも思ってないです。こんな性格で、僕自分の性格結構気に入ってますからね。人とで、なんて言うんだろう。結構奇想天外な発想をする人間なので、自分で自分のことこいつ面白いやつだなって思う時がたくさんあるので、人生楽しんでますのでね、もう全然アスペルガだろうが何だろうが問題ないです。もうやってて楽しいからね、練習そこそこでなんかもう動画撮っちゃったりしてるんで、お見苦しい点がたくさんあると思います。あまりやりすぎるともういいよって言われそうなのでね、そこら辺を気をつけてやろうかなと思ってますけど。あ、ほらほら、メイプルちゃん、あの動画以来バゲットにハマってリピしてます。うん、バゲット本当にクリームチーズと合います。いろいろね、自分なりにだけど工夫して、僕人を楽しませるの好きなんですね。なので飽きさせないように、人に楽しさ伝えると自分もこう行ってこう跳ね返って自分に返ってきて、自分も楽しくなるんだよね。なのでなんかいろいろアイディアを考えながらね、
動画作ってます。もう単調ないつも同じような動画なんだけど、ちょこっとずつ変えてね、工夫して、自分なりにだけど工夫してるんですよ。これでもゆずはわさん、ゆずはわさんでいこう。ゆずはわさん、おたまちゃん欲しくなりました。言ってください。面白い。ただね、僕いろいろこうやっぱりこうやってちょっと見てたら、おたまトーンデラックスもいいよ。ちょっと大きいやつ、値段ちょっと高いけど、何がいいのかというと AC アダプターがあるから、電源いくら練習しても電池いらないし、あとね、僕でかいから音量もでかくなっちゃうのかなと思ったけど、よく見たらおたまトーンデラックスはボリュームがつまみになってるの、調節できる、1から10までみたいな感じになってた。僕が持ってるやつは2段階しかない、ボリュームローとハイだから、もうすごいちっちゃくしたい時とかもできないし、でもこれノブになってるから自分の好きな音量に調節できる、あれだったらあれいいなぁと思ってますので、おすすめでっていうか、まあ僕は持ってないので人に勧めちゃっていいかどうかわからないけど、あれもいいんじゃないかなと思って、もしよかったら調べてみてください。アケさん、UJ さんは楽しいものとの出会いは一目惚れですか？ビビッと感じるものがあるんですか？あのチキンも可愛い、パフパフ。あのチキンもね、ビビッと感じましたね。見た瞬間に、あ、これ俺欲しい。みたいな、誰も買わ、なんか子供しか目がいかないようなものみたいな感じだったんだけど、あれ見た瞬間、あ、これ買おうとか思って、そのあたりをうろうろしながら最後には手に取りました。物買うとき僕考えます。結構慎重に考える、自分なりにだけど慎重に考えて、なんでこんなもの買っちゃったのとか言われるときも自分では一生懸命考えて、それで買ってます。あ、ハッピーさん、ハッピーハワイさん、いつか USJ さんがワイキキのストリートミュージシャンとしてデビューする日が来るかもしれない。もしかしたらね、今のままじゃダメだけど、もう隠居してシニアになってお金に困ったら、ワイキキの端っこの方でおたまたま弾いてるかもしれないよ僕。 TF さん、音があれに似てますね。が、ガラク、なんか、わからない。七力っていうのを知らないです。僕は。と、この名前も、なんとか秀樹が吹いている楽器だって。わからないけど、まあそんな感じじゃないですかね。中浜純子さんが、なんか大正琴をちょっと思い出します。大正琴ね。雰囲気的にはね、僕が弾いてて思うのは、三味線の弦が一本張ってある感じ。もう感覚で音を探しながら、メロディーを奏でていくっていう。だからギターとか、ピアノとかの、ここを押したら必ずこの音が出るっていう感じじゃなくて、ここら辺押したらこの音が出ますよ。でもどこかわからない。もう感覚で触っていくしかないから。だから譜面とかは全然なくても、譜面読んだってその音が出せるわけじゃないし、だからね、難しいといえば難しいけど、簡単だといえば簡単です。子供でも楽譜読めなくても、音を探しながらちょん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 、盲目の人とかいいかもしれないよねこれね。よく昔ブルースのミュージシャンで黒人の人とか盲目の人が結構いて、その人たちはスライドギターやってたよね。あれも感覚でできるんですよね。まあまあスライドギター知らない人はちょっと説明するの難しい。スライドギターの説明するのは難しいけど、スライドギターっていうのはギターなんだけど、フレット指で押さえるんじゃなくて、こういう、鉄のバーがあって、スライドギター、僕のスライドギターみたいな感じでこうやって
弦の上を滑らして弾く奏法なんだけど、ちょっと説明が難しいかな。とことこさん、とことこさん、家族の一員って感じですね。おたまトーンネットで検索しちゃっている自分がいました。行きましょう行きましょう。二つ必要だね。とことこさんと旦那さんも絶対これ楽しいと思うから。ギター弾いてる人だったらこれ多分普通の人よりも簡単にできるような気がします。ケニー J さんとかも好きなんじゃないかな。あ、これなんて読むんだろう。タクトさんっていうのかな。タクトさん、わからない。バグパイプっぽい音ですね。あ、そんな感じもするよね。なんか間の抜けたようなね。なんか愛着が湧くのはやっぱりこれ普通ただの楽器じゃなくて、このキャラクターになってるじゃん。口開くし、内野の毛がつきやすい。これね、毛を吸い取ります。めっちゃ内野の毛がついてる。ほら、そして受け口のやり方はこれをちょっとこうやればいい。こうやって、こうやる、こうやります。受け口、反対はこんな感じです。こんな感じにもなります。自由にできます。こんなのもできます。こんなの受け口です。受け口。そしてこれ持ってる人、もっと違うやつを発見したら教えてください。これみんな持ったらおたまファミリーになるかもしれないね。ハワイ語ではね、ファミリーはお花だからね。おたまじゃなくて、お花じゃなくておたま。よくわかんないや。まあいっか。ハワイコーさん、きっと UJ さんは絶対音感があるのでしょうね。僕ないと思います。欲しいです絶対音感って。あったらいいなぁ。でも僕ないですね。努力しないとできない方かな。音符読めないし、これは何の音とか言ってもドの音かソの音とかそういうのも全然わからない。スライドギターとかも教本があって教本通りにしか弾けないので、自由に僕弾けないですよね。ほんと弾けたら楽しいと思うけど、うん、それでもまあ楽しんでますので、音楽は大好きです。あ、メイプルちゃん、メイプルちゃんのお母さんが僕と同じような性格しててポジティブ思考なんだね。ネガティブにしててもね、時間経ってっちゃうからね。ニコニコしてた方が絶対いいし、うん、ただね、人に攻撃する人って幸せじゃない人です、うん、昔は僕そういうの分からなかったから、タクとか心の中でブツブツ言ってたけど、今そういうのなくなりました。逆にそういう人かわいそうだなって思っちゃうよ。あ、この人幸せじゃないんだなって思っちゃうので、ただ攻撃する してくる人に僕は何もしてあげられないので、離れるだけなのでね。あ、この人かわいそうだなって思っちゃう。幸せな人ってね、人に何も言わないと思います。僕は人に向かって、まあ、バッカじゃねえのこいつとかさ、あの幸せな人そういうこと言わないような気がしますけど。専門店、特別なカレー臭って何ですか。インド専門店の特別なスパイスのカレー臭、嗅ぎたいとか言ってるけど、あのインド人もびっくりです
インド人もびっくり。高級カレーと草屋の干物が混じったような匂いじゃないですかね。楽しみにしててください。Yes。あ、ハワイコーさん、質問です。バックミュージックはどこからですか？僕がね、山口百恵のいい日旅立ちをオサマトーンで弾いたんだけど、あのバックミュージックは YouTube です。YouTube で、あれだったらいい日旅立ちカラオケクリックしたらいっぱい出てきます。はい。中浜純子さん、どんな曲が合うのか楽しみですね。頑張ってください。弾いてみてわかることは、オタマトーンを演奏するのに合ってる曲と合わない曲がある。やっぱりオタマトーンの特徴はね、ビブラートができるっていうことなので、なんかね、ちょっと歌唱力があるような曲、あんまり速いテンポで言葉が早く変わっちゃう、早口なやつはやっぱり難しいし、だからね、オタマトーンに合わない曲弾いてもね、自分はこれ絶対楽しくないなっていうやつはもう練習しないで、動画にも出さないと思うし、あ、これいいかなって思うやつをどうせ動画にするんだったら受けたいしね、僕は喜んでもらうのが好きなので。吉津十二さん、次回の課題曲候補ですが、帰ってきた酔っ払いなんてどうでしょうか。オタマトーンの雰囲気とよくマッチすると思います。ああ、いいかもしれない。よく聞いたからね、帰ってきたよ、やっぱり。僕、いつ頃かな、小学校かな。ああ、流行ったよね、あの時はね、昭和ですね。ただね、ヨシさん、自分で弾いてください。自分で弾いても出してくれたらいい。これも面白いですよ。絶対。で、こうやって、曲を弾くっていう時、楽譜もなくて弾けるものでしょ、オタマトーンって。その人の生い立ちがわかるかもしれないよね。弾く曲によって。一人一人弾いてもらって、その人が歩んできた人生をオタマトーンが語ってくれるかもしれない。あ、この人こういう時代に生きてきたんだなっていう。僕も、もうずーっとこれハマってて、一人でね、部屋の中でも弾いてるんだけど、やっぱり、自分が馴染みのある曲を選曲するので、夏メロでもそうだし、洋楽でも、自分が聴いてきたやつを、自分が聴いてきていいなっていうやつをいっぱいやってますね。面白いです。ユーザーはさん、USJ オタマライブ2021年のチケット購入方法、教えてください。まだ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 。これから練習するわけだからね。レパートリーがないし、レパートリーがないしっつったってね、覚えたやつどんどん忘れてっちゃうからな。オタマトーン、トコトコさん。オタマトーン、連投ですね。UJ さん。頭の中はオタマトーンでいっぱいですね。そうなんですね。僕、楽しみを一つ見つけちゃうと、もうそれにもう、思いっきり楽しんじゃう方なので、今そういうところですね。僕はね、今仕事も連日連投ですけどね、オタマトーンがあるから楽しんで過ごせます。海に行けないけどオタマトーンと遊べますしね。それでは皆さん、今日も一日楽しみましょう。僕も楽しみます、もちろん。それでは日本のおたまの皆様、またねー、青いよー。